県立十津川高等学校は奈良県吉野郡十津川村込みの上に所在する公立の高等学校。県下で最も小規模な高校である。また、県下で最も南に位置する高校である。そのため、和歌山県から通学する生徒も若干名いる。県下の公立高校の中で量を有するのは奈良県立五条高等学校と十津川高校のみである。 かつてに学区制だった時は唯一の南部学区所属の学校であった。学区は戸塚川村など三村。2008年4月1日現在、奈良県内の高等学校で奈良県南部の天気予報発表区分及び気象警報、注意報発表区分に属するのはこの戸塚川高校のみである。最寄りのバス停は奈良交通、小ミの上停留所。車内放送では、 コミの上、戸塚川高校前ですと案内され、特急の観光案内放送では、概要や遠隔なども紹介される。2012年度より、戸塚川村立戸塚川中学校と連携し、連携型中高一貫教育を実施している。高校入試でも、連携型中高一貫教育に関する入学者選抜として、中高一貫教育に対応した入試制度を設けており、 この入試制度での受験者の倍率は例年1.0倍である。部活動では剣道部が十津川剣道の土地柄もあり、2005年度にインターハイに出場、例年近畿大会、県大会でも優秀な成績を収めるなど競合である。また、県下で唯一のボート部も付近にダム子があり、練習場にはことかかないなど、 土地柄の特性にも支えられ、インターハイに出場している。工芸コースを設置している。小規模校のため、一人数とに対応した、進路指導方式を採用。それ以前にも、2001年度より、周辺の十津川村立上野地中学校、十津川村立小原中学校、十津川村立折、立中学校、十津川村立西川中学校の4校の中学校と連携して、 中高一貫教育を実施していた。13年度公立校入試概要権立前日制8498人募集人員過去最小に朝日新聞奈良版平成25年度奈良県公立高等学校入学者募集人員奈良県教育委員会2012年10月20日閲覧ありがとうございます。